どうもこんばんは、ペペロンです。今回は統合版限定のジャンプブリッジのやり方と、下にブロックを階段状に置く方法と、真上にブロックを置く方法、この3つのやり方を解説していきたいと思います。まずはこちら、ダッシュやジャンプダッシュをしながら前方に橋を架けていく方法です。やり方はまず少し助走をつけてブロックを置きます。ブロック設置ボタンを離さず奥にもブロックが置けたら成功です。そのままボタンを離さず視点も同じ位置でブロックに乗って歩き続ければブロックが尽きるまで橋を架けられます。途中でダッシュやジャンプに切り替えることも可能です。しゃがみながらジャンプをし、空中でブロック設置ボタンを押すとこんな感じで上の方にまでブロックが置けます。これで最大15マスの高さの壁が作れます。次はこんな感じで上から下に行く方の階段の作り方を解説していきたいと思います。これも先ほどと同じで、しゃがみながらジャンプをして空中でブロック設置ボタンを長押し、うまくいけば下にも設置ができてます。コツとしては背中を後ろのブロックにつくくらいまで下がって、このクロスヘア、画面真ん中にあるこの十字マークですね、この十字マークの下の棒の部分がブロックにかぶるくらいでやってみてください。慣れれば結構簡単にできます。というわけで今回は統合版ならではの技を紹介してみました。いかがだったでしょうか。結構サバイバルでも重宝するんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。という感じで今回は以上になります。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。この他にもマイクラの動画いろいろ上げてますので、よかったら見てください。ではでは、土の子ブラザーズのペペロンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。